んだから。なんだこれは。はあ、こんなとこにあったのか。道夫君の頭。はあ、まったくあのクソバイトめ、こんなとこに捨てやがって。おい、なんなんだこれは。ああ、すみません、なんかご迷惑かけたみたいで。これはですね、小野道夫君の着ぐるみの頭ですね。小野道夫君。はい、尾道の新マスコットとして売り出そうとしているゆるキャラになります。ゆるキャラ。あれ、ゆるキャラご存じない？いや、なんとなくこんな感じのゆるいキャラのことだろう。はい、最近は地域の活性化のためにこういうキャラを作って PR するところが多いんですよ。しかし困ったな、中身がいないんじゃ。中身。はい、実はこの道夫君の中に入る予定だったバイトが逃げ出しちゃったんですよ。ちょっと言葉遣いを説教しただけで、全く最近の若者ってのはたるんでますね。ほう。でも実はこの後イベントがあって、そこに道夫君を登場させないといけないんです。困ったな、中の人がいないと出られないしな。お前が入ればいいじゃねえか。いやいや、僕は取り仕切る側ですし、僕がいないとイベント自体が回らないんですよ。それに道夫君ってゆるキャラとしては結構でかくて、しかも重たいんですよね。だから背が高くてがたいのいい人じゃないと長時間のイベントは耐えられないんです。でもそんな背が高くて屈強そうで暇そうな男の人なんて今から簡単に見つかるわけ。嫌な予感がする。いたー。ちなみに俺は入らないぞ。いやいやいや、そこをなんとかお願いしますよ。道夫君の中に入れそうなでかくて屈強で暇そうな人なんてもはやあなたくらいしかいない。お前失礼だな。お願いしますよ。ちゃんと相応のお礼は出させていただきますから。それにイベントを楽しみにしている子供たちがたくさんいるんです。彼らの笑顔をがっかり顔にするなんて嫌じゃないですか。だからお願いします。子供たちの笑顔を守ると思って。ゆるキャラの中に入りたくはないが、どうするか。仕方ねえな。少しだけだぞ。ありがとうございます、道夫君。俺はまだ道夫じゃねえ、キリュウだ。キリュウさん、私はプロデューサーの広永と申します。よろしくお願いしますね。全員は急げ。まずは小野道夫君の中に入りましょう。ではこちらへ。パーフェクト、ぴったりじゃないですか。なあ、やっぱりやめないか。何を言ってるんですか。こんなにサイズぴったりの人なかなかいませんよ。重いし暑いし息苦しいな。これは逃げ出したくなるのもわかる。まあそう言わずに、小野道夫君は尾道のシンボル、アイドル、象徴なのですから。だいたいこのへんてこなキャラのどこが尾道を象徴してるんだ。見てわかりませんか。瀬戸内を代表する名産、八朔をモチーフにしたチャーミングなお顔。おしゃれなアクセントになっている尾道の代表的食べ物、尾道ラーメンの帽子。美味しい海産物がたくさん楽しめる町であることを伝えるお魚のポシェット。漁師の住む町であることを伝えるためのクールな長靴。そして尾道夫君の名字である ONO を大胆にプリントしたイケてる洋服。
すべてがこの美しき街尾道を象徴している完全無欠のご当地ゆるキャラだと思いませんか？あまり思わないが。まあ大丈夫ですから、自信持ってください。かっこいいですよ、キリュウさん。いや、道夫君。で、俺は具体的に何をすればいいんだ？もうすぐ子供たちがやってくると思うので、まず最初はファンサービス、遊んであげてください。ただし、くれぐれもキャラクター性を乱すようなことはしないでくださいね。キャラクター性？尾道夫君は尾道に住む漁師という設定です。なので基本的に海を愛する渋い男のキャラです。この顔でか。そして言葉遣いですが、基本的に挨拶にはミチーをつけてください。ミチー、こんにちはミチー、よろしくミチーというような感じです。では練習してみましょう。よろしくミチー、さん、はい。よろしくミチー。そうです、そうです。本番はもっと元気よくお願いしますね。それと何か困ったことがあった時に使う口癖が設定されています。困った時はおうのと言ってください。練習しましょう。さん、はい。おうのエクセレント。ちなみに英語のおうのとおのがかかってます。しゃれてるでしょ。どう考えても滑ってるだろう。そして最後にもう一つだけあります。まだあるのかよ。なんだ？それは決めポーズです。決めポーズ。おのみちお。うわ、こんな感じでお願いします。登場の時や締める時に使うことが多いですね。やりたくないぜ。まあまあそう言わず、子供たちの笑顔のためですから。いきますよ。さん、はい。おのみちお。キリュウさん、完璧ですよ。間違いない。あなたこそがおのみちおです。嬉しくねえよ。お、そろそろ子供たちが来る時間だ。じゃあそんな感じでよろしくお願いしますね。他の設定は結構ガバガバなんで、なんとなくそれっぽくしてもらえれば OK です。丸投げもいいとこだな。どうなっても知らねえぞ。大丈夫、キリュウさんこそが尾道夫です。お、来た。よろしくお願いしますね。わあ、尾道夫だ。すごい、本物だ。初めて見たよ、尾道夫くん。意外と人気あるじゃねえか。仕方ねえ、一肌脱ぐか。よう、ガキども、俺こそがチャーミングな八策フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、生かしたナウイ、オノトレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、オノミチオだ。楽しみてえやつだけかかってこい。おお、かっこいい。すごいぞ。セリフ完璧だね。まあこんなもんだ。よし、今日は俺が遊んでやるからな。お前らよろしく道。バーイ、よろしく道。よろしく道。やれやれ、ゆるキャラってのも大変なんだな。うわ、みちおくん、おりゃおりゃ、ゲシパス、ゲシパス、おりゃおりゃ、へへへ。オーノー、わーい、言ってくれた、言ってくれた。オーノー、オーノー、
なるほどな。これを言わせたいがための前振りだったわけか。遊んで遊んで、みちおくん。みちおくん、そろそろメインイベント、トークショーの時間ですよ。トークショー？そうです、そうです。ここからが本番。こっちに来てください。はい、みなさん、こんにちは。こんにちは。元気がいいですね。本日は尾道夫君トークショーにご来場いただきありがとうございます。わあ、おい、こんなトークショーまであるなんて聞いてねえぞ。あれれ、言わなかったでしたっけ。いやいや、でも盛り上がってますね。どうすんだよ、尾道夫がどんな趣味嗜好かなんて俺知らねえぞ。大丈夫です。結構設定はガバガバですから、それっぽければいいのでお任せします。じゃあ僕は行きますんで、トークショー楽しみにしてます。くそ、後で覚えてろよ。それではご紹介しましょう。我が町のヒーロー、尾道夫くんです。道夫くん、よろしく道。今日は皆さんから道夫くんにいろんな質問をしてもらえればと思います。じゃあ質問したい人いるかな。はい、はい、はい、はい。じゃあそこの君、何でも聞いていい。ああ、可能な範囲で答えよう。道夫くんは好きな食べ物は何ですか。道夫くんが好きな食べ物聞いてみたいですね。どうですか、みちおくん。好きな食べ物か。何でも食うが、一番よく食うのはセクシーな女だ。なんてな。セクシー？みちおくん。ああ、そうか。意外か。今のは冗談だ。本当は尾道ラーメンだ、道。ああ、やっぱりそうなんだ。僕も尾道ラーメン大好き。よかったね。さあ、次に質問したい人いるかな。はい、はい、はい、はい。じゃあ、そこの女の子。私、将来道夫くんのお嫁さんになりたいんですけど。ヒュー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 。道夫くんは彼女とかいるんですか。さあ、女の子からの大胆告白ですね。道夫くん、どうなのかな。付き合ってる女か。困ったな。どうするか。オーノー。ああ、道夫くんのオーノーが出ましたね。道夫くん、困ってるみたいですね。オーノー。なんとかごまかせたか。はい、じゃあ次の質問を。おい、うるせえぞ。何ですか、あなたたち。うるせえんだよ。こんなとこでガキを集めてギャーギャーやりやがってよ。この辺は俺らの遊び場なんだよ。誰の許可取ってやってんだよ。なんだよ、あいつら。怖いよ。子供たちが怖がってるじゃないですか。やめてください。クソガキどもが。もっと怖くしてやろうか。ああ。助けて。おい。あ？なんだお前、ダッセーキャラだな。頭にラーメンつけてんのか。意味わかんねえ。流行んねえよそれ。俺もそれはそう思う。だがな、
ガキ泣かせて生きがってるてめえらよりはダサかねえ。あ？なんだと？やんのか、ゆるキャラがよ。俺はゆるキャラだがな、てめえら見逃せるほどゆるかねえんだよ。面白い。おいお前ら、このゆるキャラぶっ殺すぞ。覚えてねえなら覚えとけ。俺は尾道のゆるキャラ、尾道夫だ。尾道夫？なんでこんなゆるキャラが強えんだよ。ありえねえだろ。運が悪かったんだよ。お前らは今度ガキを泣かせるようなことをしたら命はないと思うんだな。分かったらさっさと消えやがれ。すみませんでした。情けねえ連中だ。あー、いや、その尾道夫は喧嘩が得意でな。かっこいい。すごい。え？超かっこよかったよ、道夫くん。すげえ。かっこいいよ、強い道夫くん。守ってくれてありがとう、道夫くん。かっこいい。そうか。ありがとうございました。本当にかっこよかったです。道夫くんはもはやゆるキャラじゃない、私たちを守ってくれるヒーローです。そんな大したもんじゃねえよ。俺は所詮何の変哲もない、ただのゆるキャラだ。みんな道夫くんにお礼を言いましょう。さん、はい、ありがとうございます。どういたしまして、道。じゃあ最後、道夫くん締めてください。しょうがねえな。よし、行くぞ。チャーミングなハッサクフェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、生かしたナウイ尾のトレーナー、そう、俺こそが尾道の象徴、尾道夫だ。道夫くん最高。いや、本当にありがとうございました。おかげさまでイベントは大成功でした。まったく、一時はどうなることかと思ったぜ。結果素が出ちまったが、あんな感じで大丈夫なのか。はい、逆に桐生さんの素の部分が融合して道夫くんのキャラクター性が高まった気がします。実はさっきのイベントネットでも配信してたんですけど、すごいアクセス数なんです。こりゃ道夫くん絶対人気出ますよ。おお、それよかったな。はい、これは今回のお礼です。受け取ってください。まあ、人生に一度くらいはこういう経験も悪くないかもな。これから忙しくなりそうだぞ。じゃあ桐生さん、またよろしくお願いしますね。それでは。ああ、またな。また？